日が落ちてから竜影街に来な。竜影街行ってみるか。この辺で待ってみるか。守備よく3人を倒したようですな。どうしてそれを。それなりに情報網がありますからな。さすがは岩尾殿のご子息。スカウトマンがまた竜影街に来いと。どうやら相手のメガネにかなったようですな。これで高天楼に。まだ油断はできません。気をつけた方がよろしいでしょう。わかりました。ありがとうございます。すいません。高天会は私有門とつながっています。気を引き締めてかかることです。はい。スカウトマンの考えがわからぬ以上くれぐれ。はい。おい、あんたか。ヒナ。これは白線路。あさっての昼、ここに来な。どういうことだ。来ればわかる。こいつ、白線楼の地下2階。地下2階？白線楼に地下なんてあったんだ。地下を通って高天楼に入るってわけか。なんか匂うな。これしか方法はない。俺は行く。大丈夫？何が待ってるのかお楽しみってとこだな。そんな。ほら起きな。朝だよ。よく眠れたかい？ほら起きな。のんびり寝てる暇ないよ。やることあんだろ。早く行かないと。ジョイ。なんだ。ここへはどうやって行けば。そんなこと教えられないよ。え？そこへ行けば亮はもう帰ってこないかもしれないのに。ジョエ、俺はあたいはあんたを止めないよ。
そんなの無駄だって分かってる。でもジョイ、リョウを危ない目に遭わせてしまう手助けなんてあたいにさせないで。俺は早く言って。ジョイ、お前、ジョイ、俺は死にはしない。必ずここへ帰ってくる。リョウ、俺は何があっても目的を果たすまで死ぬわけにはいかないんだ。うん。ウォンとここで待っていてくれ、ミナ。ああ、分かったよ、リョウ。ジョイ、好展開なんかに負けんじゃないよ。いいね。俺は負けない。目的を果たすまで絶対に頑張るんだよ、リョウ。ああ、すいません。今よ。おい、いよいよ光天楼に乗り込むのか。ああ、気をつけていけよ。心配してくれるのか。お前がいなくなればせいせいするけどよ。ジョイのやつが落ち込むんじゃねえかと思ってな。俺は必ず帰ってくる。ああ、期待しないで待ってるぜ。白線楼ってどっちだ。白線楼なら空論城に入って左だぜ。わかった、ありがとう。なぜわかるんですか。身のこなしを見れば大体は。足運びといい、正中線が乱れていない。俺が学んだのは柔術です。日本の武術ですか。なるほど。さっき珍しいと言ったのは、高天界などのゴロツキがよく武器を買いに来ますが、本当の武術家が来るのは稀でしてな。あの、うちには武器だけでなく技書も置いてあります。よかったら見ていってください。はい。約束の時間は昼だったな。待ってみるか。来たな。この先のホールにある部屋で幹部がお待ちだ。なんだお前は。ん、まあまあ、一人で来いと言ったはずだ。約束は。うわっ、おお前、行くぜ。Thank you.
ゃねえか。うまくいったんだからよ。それよりさっさと光天楼に入るぜ。おい、光天楼はすぐ近く。とっとと。ああ、心配だったからちょっとどいて。やっぱり俺がいなきゃさ。偉そうに100年早いぜ。それと亮兄ちゃん、ん、修験達って人が17階に捕まってるって。何、どこでそれを。蝶のおじさんに聞いたんだ。蝶さんに。ありがとう。あ、俺たちは必ず帰ってくる。分かったよ。じゃあこれ持って行って。これは地図だよ。光天楼ビルの蝶のおじさんから預かったんだ。そうか、ありがとう。おい、じゃあな。気をつけてよ。あんなところにエレベーターがあるのか。開かないな。ここから上に行けるぞ。よし、急ごうぜ。
何のてめえ。レン、今でしょうがねえんだよ。お前ちょっと遊んだだけだ。カッカすんなよ。カッカ、ふざけるな。おっかね。やるじゃねえか。その調子。この先も敵が襲う。ああ、かなり警備を。それだけ修験達が大。急ごう。やべえな、そろそろ俺様たちの侵入に行こう。バカなのか、怖いもん知らずなのか。何か言ったか。いや、何にも。さっさと行くぜ。上行けるぞ。とっとと行こうぜ。ここで何してる。やるしかないか。やるか。
アンダック様。仕方ない。次は5階だ。急ごうぜ。どうする？どっちが突っ込むかコインで決めようぜ。裏か表か。表だ。よし、じゃあ俺様が裏だ。いいな。ああ。よっ。俺様の勝ちだ。よし、お前が行け。またか。なんだ。いやもう俺も聞いてねえやんだ。なんだろ。なんだてめえは。何者だって聞いてんだよ。おお、ご苦労ご苦労。お前な。こいつはトランシーバーな。こいつは使えそうだぜ。よし、上行こう。急ぐぞ。どうした？見張りがいる。うざってえな。おい、雑魚にかまってる暇はねえぜ。明かりが消えたら走るぞ。おい、レン。
先も見張りがゴロゴロいるはずだ。雑魚はできるだけかわしていくぜ。わかった。ここにも見張りが。うざってえな。さっきと同じ要領だ。明かりが消えたら走るぜ。ああ、てめえのドジはてめえで片付けなきゃな。うるさい。この先も雑魚はできるだけかわしていくぜ。ああ、おい、そっちじゃねえ。奴らに見つかっちまうだろ。ここも見張りがいる。またかよ。ここも同じ要領だ。明かりが消えたら行くぜ。わかった。よっしゃ、上出来だ。雑魚を相手にしてたら時間がねえ。この調子で行くぞ。そうだな、行こう。見張りがいる。ったく、キリがねえ。また同じ要領で行くぞ。明かりが消えたら走るぜ。ああ、ハッ
ったく、無駄な時間ばっか使いやがってよ。悪かったな。ちった頭使ってやれよ、この体力バカが。次は7階だ。ほら、さっさと行くぞ。数が多すぎる。しょうがねえ、他にもあるぜ。とても通れそうにないな。くっ、うざって。おい、行くぞ。どこも敵だらけってことらしい。奴らが全員8階に行けば告白荒木だ。ああ、今がチャンスだ。気づかれたか。おい、ぼやぼやすんな。行くぞ。いやがったぞ、おれ。やべ。
で散った時間が稼げる。今のうちに上へ急ごう。そうと決まりゃ、とっとと行こうぜ。なんとか渡れそうだな。ああ。じゃあさっさと渡れよ。ああ。高いところは苦手なのか。バカ言え。ここまで来てお宝を拝めずに死ね。呆れた強欲さだ。なんとでも言ったろ。ちょうど分かる道だ。手上げして探すぜ。俺様は右へ行く。てめえは左に行け。わかった。じゃあな。